こんにちは。今日の講義は書籍 BCG 流調達戦略経営アジェンダとしての改革手法です。この書籍は現代の企業にとって不可欠な調達戦略の進化とその重要性について深く掘り下げています。国際的な資源高、脱炭素や違法労働への対応圧力の高まり、そして地政学リスクの顕在化、これらが企業の調達環境をますます厳しくしています。一方で多くの日本企業では調達が専門部署の業務にとどまり、その重要性が十分に理解されてこなかったという現状があります。本書はボストンコンサルティンググループ BCG の専門家たちが現場での実践的な知見をもとに調達機能の競争力を強化する方法を詳細に解説しています。調達の進化が企業の競争力向上にどう寄与するか、そのメカニズムを具体的な事例を交えながら明らかにしています。1章では調達を取り巻く環境の変化に焦点を当て、そのトリレンマや過去の大企業がどのように調達機能を進化させてきたかについて考察します。フォードやトヨタ自動車などの先例を挙げ、歴史的な視点から調達機能の進化を追います。2章では調達機能が企業の競争力強化にどう貢献するかについて、具体的な戦略としてコスト優位性の確立やリスク管理の高度化、サステナビリティへの対応、データとテクノロジーの活用法、競合情報の収集方法などを詳述します。さらにゼロベース予算への調達部門の貢献についても深く掘り下げます。3章では日本企業の調達機能がどのような現状にあり、課題となっているのかを現場の視点から明らかにします。調達部門が事務的な業務にとらわれることで生じる障壁や、それを打破するためのアプローチについても論じます。また攻めの調達戦略を実現するための具体的な方法論も提示します。4章では日本企業が取り組むべき調達のトランスフォーメーションに焦点を当て、提供価値をもとにした調達機能の再構築方法を解説します。全社的な認識の浸透と実行段階における具体的なステップを明確に示し、調達改革の成功に向けたシナリオを描きます。先進企業における全社横断での取り組みやその応用についても触れます。このようにBCG 流調達戦略経営アジェンダとしての改革手法は、調達機能の戦略的な重要性とその進化の方向性を深く理解するための貴重なガイドとなっています。企業の経営陣や調達部門のリーダーにとって未来を見据えた具体的なアクションプランを提供します。この書籍が読者にもたらす価値は、業界の最前線での競争力の確立に向けた具体的な戦略を展示し、それを実行に移すための手順を明示しています。例えば調達機能の効率化とリスク管理の強化により、企業は市場変動に柔軟に対応し競争優位性を保持できるでしょう。またサステナビリティへの積極的な取り組みは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、新たなビジネスチャンスを開拓するきっかけとなります。さらに調達部門が経営戦略の中心的な役割を果たすことで、組織全体の効率が向上し、意思決定の迅速化が可能になります。これにより企業はより迅速かつ効果的に市場の変化に対応し、成長を加速させることができるでしょう。また先進企業の事例を参考にした実践的なアプローチは、読者が理論だけでなく実際の運用にも落とし込むことを支援します。日本企業にとっても調達機能の革新は新たな成長の源泉となり得ます。調達のプロセスを見直し、イノベーションを促進することで、競争力の強化や市場での存在感の増大が期待されます。そのためには調達部門の在り方を変革し、組織全体にその重要性を浸透させることが不可欠です。最後に、本書が提供するのは単なる理論だけではなく、現場での実践に即した具体的なアドバイスです。これにより読者は調達戦略の最前線に立ち、企業の持続可能な成長と競争力の確保に向けた大きな一歩を踏み出すことができるでしょう。業界のリーダーから中堅企業の経営陣まで、誰もが活用できる実践的なガイドとして本書をぜひ手に取っていただきたいと思います。調達戦略は現代の企業経営において極めて重要な位置を占めています。企業が生産活動を行うにあたり、必要な原材料やサービスをどのように調達し、それを効率的に管理、
活用するかが直接的に競争力や持続可能な成長に寄与するからです。調達戦略の最大の課題の一つは、市場環境の変化に迅速に対応することです。例えば、国際的な資源価格の変動や環境規制の厳格化などが挙げられます。これらの要因は、企業の調達コストやリスクを直接的に左右し、時には企業存続の危機すらもたらすことがあります。また、近年では企業のサプライチェーンがますます複雑化しており、一つの調達決定が全体の生産やサービス提供に与える影響が大きくなっています。そのため、単なるコスト削減だけでなく、サプライヤーとのパートナーシップの強化やイノベーションの促進が求められています。さらに、調達戦略には持続可能性の観点からも注目が集まっています。企業がサプライチェーン全体で持続可能な実践を推進することで、社会的責任を果たし、消費者や投資家からの信頼を獲得することが可能です。これは単なる法的な規制遵守だけでなく、企業の長期的な価値創造にもつながる重要なポイントです。日本企業においては、調達機能がしばしば後手に回る傾向があります。それは、調達部門が単なる事務的な業務に従事し、経営戦略の中心に据えられることが少ないからです。しかし、先進企業が示すように、調達を戦略的資源として活用することで、企業全体の競争力を強化し、新たな成長の源泉とすることが可能です。調達戦略の最適化は、単なるコスト削減やリスク管理だけでなく、市場の変化に対応し、持続可能な成長を実現するための鍵となります。そのためには、経営層から現場のリーダーまでが一丸となって取り組む姿勢が求められます。この点において、BCG 流調達戦略経営アジェンダとしての改革手法は、業界の最前線での戦略的な考え方を学ぶ上で、非常に価値のある一冊と言えるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康があってこそ学び続けることができるからです。近年、美容と健康管理に特化したサービスとして注目されているのが、ライザップ結果にコミットプライベートジムです。ライザップは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供することで知られています。これにより、個々の体力や目標に合わせた最適なトレーニングプログラムを提供し、クライアントが最大限の成果を得られるようサポートします。また、食生活やメンタルのマネージメントにも重点を置き、ホリスティックなアプローチで健康的な生活習慣の形成を支援します。ライザップの特徴として、30日間無条件全額返金保証があります。これは、クライアントが満足いく結果を得られなかった場合に全額返金されるという、高い自信とサービス品質の表れです。また、1日50分、週に2回という無理のないトレーニングスケジュールや、無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間が提供されることも、クライアントのプライバシーと快適性を重視したサービスの一環です。さらに、ライザップは結果にコミットするというフレーズで知られ、その名の通りクライアントの目標達成を真剣に支援します。トレーナーとの密なコミュニケーションにより、継続的なモチベーション管理と効果的なフィードバックを提供し、リバウンドしにくい体づくりを実現します。ライザップは、これまでにジム通いが続かなかった方や健康的にダイエットしたい方に特におすすめの選択肢です。個別にカスタマイズされたトレーニングと食事指導により、持続可能な健康管理と理想的な体の実現をサポートします。その結果、クライアントは自信を持って日々の活動に取り組み、健康的なライフスタイルを築くことができるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。